2024ツーバーキという感じで、ね、女性らしさ満点でしたけども、さあ踊ってみていかがでしたか。楽しかったです。女性らしさというのをこうどういう部分で表現してるんですか。角度とか表情とかで表現してます。踊ってみてどうでしたか。思いっきり踊れて楽しかったです。新しい4人新しくなったということなんですけども、どうですかこの4人で踊ってみて。なんかいろいろ大変なことあったけどすごく楽しかったですね。大変なことがあった方がもしかしたら後々ねそれが絆になっていくかもしれませんね。では審査の結果楽しみに待っていてください。椿でした。大きな拍手。さあでは